これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。安井美佐子さん。はい。新力民主党新緑風会の安井美佐子でございます。本日は昨日の代表質問に続きまして、えー、消費税転嫁対策特別措置法案について関係閣僚の皆様に質問をさせていただきます。 昨日の本会議におきましては、私の真摯なる質問に対し、ほとんど意味のある答弁をいただけなかったこと、大変遺憾に思っております。本日は、ほぼほぼ、昨日と同じ趣旨の質問をさせていただきますけれども、納得のいくご答弁をいただくまで、何度でもお伺いしますので、どうぞよろしくお願いいたします。1一問目は、昨日ご確認させていただかなかった内容でございます。まず、本法律案の前提となる消費税率引き上げについてお伺いいたします。 消費税率引き上げは昨年8月10日に成立した社会保障税一体改革関連法によって決まったものですが、えー、不足18条のいわゆる景気条項には、 経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め、所要の措置を講ずるとあります。現在、私たちはまさに消費税引き上げが決定する前に、転嫁対策の法案について審議しているわけですが、これをもって消費税率引き上げが決まったというわけではありませんね。このことについて、財務政務官、よろしくお願いいたします伊藤財務務大臣政務官おはようございます。 例えば安井委員のご質問でありますが、消費税率の引き上げが前提となっているのか、あるいはまた判断はいつかというようなお話でございますが、ただいま委員お話のように、今般の一体価格によります消費税率の引き上げにつきましては、増大するこの社会保障の持続性と、 安心の確保、国の信任維持のために行うこととされておりまして、昨年8月に成立いたしました、ただいまご指摘ありました、税制抜本改革法におきまして、まあ、来年4月に税率を8%に引き上げることが決まっているところであります。えー、お話のように、これは民間,契約民間企業の契約の都合など、まあ、国民生活等への影響を考えまして、引き上げの半年前に、 まあ本年の秋ごろでございますけれども、不則第十八条にのっとって、名目および実質の経済成長率、物価動向等、主持の経済指標を確認し、まあ、経済状況等を総合的に勘案して、判断することといたしているところでございます。まあ、今回の転嫁対策法案は、こうした枠組みを変えるものではもちろんないわけでございますが、 まあ、いずれにいたしましても三本の矢で長引くデフレ不況から脱却し、日本経済の再生に向けて、まあ、全力を挙げてまいりたいと考えているところでございます。安井美佐子さん。はい、ありがとうございますえ。国民の皆様がこの審議をご覧になりますと、まるでも消費税増税が決まったかのような印象を受けてしまわれる可能性があるので、あえて確認させていただきました。 本法律案を審議している現在、アベノミクス、1本目の矢の金融政策により急上昇していたかにも見えた株価も東京市場では乱高下が続いており、東京外国為替市場のドルの対円相場も1ドル101円前後でもみ合いが続いております。 また、物価2%上昇目標が2015年に達成できるかという点についても、4月26日に開かれた日銀の金融政策決定会合では異論が出たと伺っております、このような状況の中で、自民党の高市政調会長が NHK の日曜討論で、10月の景気を材料として消費税引き上げを判断する旨をご発言されましたので、えー、今ご、ご答弁になりましたけれども、今一度確認させていただきます。 えー、消費税法不足十八条には、経済状況の好転について、名目および実質の経済成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況を総合判断するとありますが、その判断は、えー、10月ということでよろしいでしょうか、またそれらの指標がいつと比べて、どの程度好転したら消費税引き上げが決定されるのでしょうか、お答え願います。伊藤政務官 先ほどもご答弁申し上げましたように、この消費税を引き上げるとすれば、まあ、来年の4月ということが一つのめどになります、ですから、あの住宅、その他大型物件の契約等々もございますので、おおむね9月、ないし10月くらい、その実施半年前までには、この税率というものを決める、あるいはまたその実施時期の判断ということを決めることと。 されているところでございまして、えー、その要因要素につきましてはあのただいま委員お話のとおりこの不足十八条でまあ名目及び実質の経済成長率あるいはまた物価動向等ざまなこの経済指標を確認をした上でという総合的な判断ということに相なるのでご理解いただきたいと思います安井美沙子さんはいえ。時間が限られているのであの 質問ににストトレートにお答えいただきたいと思いますす、えー、そうしますとただいまのご答弁によりますと、9月ないし10月というふうに確認させていただきました、高市政調会長、10月とおっしゃっていましたけれども、9月から10月ということで確認をさせていただいたと思います、そして私のただいまの質問は、それらのあ不足に書いてある指標が、いつと比べて、どの程度、好転したら消費税が引き上げが決定されるかとお,かお伺いしました。伊藤政務官 まあ、そのときに総合的に判断をしてということに愛なろうかと思います。安井美佐子さん、はい。これ以上聞いてもお答えいただけないと思いますので、次にいきます。 昨日、これは質問させていただいたことなんですけれども、引き続き財務大臣、政務官にお伺いします。消費税の引き上げにあたっては、懸念材料がいくつかあるんですけれども、特に逆進性対策についてですね、何も決まっていないのではないかと非常に心配しております。軽減税率については、絶対にやめてほしいと、いろいろなところからお声いただいています。実務上の煩雑さから来る中小企業の事務負担増、そして標準税率と軽減税率の適用判断の際の線引きの難しさ。 さらに富裕層にも恩恵が及び逆進性対策になってないじゃないかと、まあ、こういうことを考えれば導入が望ましくないことは明らかと思っていますそもそも軽減税率の導入による税収減をどうやって補填するのか財政健全化スケジュールに影響がないのか慎重に考える必要があります政府はこの後に及んでもまだ軽減税率の導入の可能性を残しているのでしょうかお答えください伊藤政務官 まあこの消費税の軽減税率につきましては、昨年6月の三党合意を踏まえましてこの税制抜本改革法におきまして、この給付付き税額控除、あるいは軽減税率、またそれらが決まるまでの間の簡,易簡素な給付措置と並んで、低所得者に配慮する観点から、これ、検討課題とされているところであります。 まあ与党におきましては、25年度税制改正大綱、本年1月作りましたけれども、これにおきまして、消費税率の10%引き上げ時に軽減税率制度を導入することを目指すとされた一方で、財源の問題、あるいはまた、ただいま委員からご指摘の中小企業者の事務負担、あるいは対象品目となる、この品目をどう線引きするかなどの課題があると、このように認識しているところであります。まあ、引き続き続 協議を行うということで、三党合意が本年2月なされているところでございまして、今後、この与党および三党間での議論を踏まえまして、関係者の意見にも十分耳を傾けて検討を行っていく必要があると、このように思っているところでございます。 安井美佐子さん、はいえー、まだ軽減税率の可能性は残っているというふうに理解をいたしました一方で民主党は一貫して給付付き税額控除の導入を主張しております先週いわゆるマ,マイナンバー法が成立しましたのでこの給付付き税額控除を導入するためのシステムインフラが整う見込みとなりました政府として給付付き税額控除の導入を一層真剣に検討するご意向があるのかどうかご答弁をお願いいたします伊藤政務官 まあ、あの給付付き税額控除につきましては、消費税率の引き上げにあたっての低所得者対策として、まあ、先ほども言いましたけれども、複数税率とともにあの検討課題とされているところでございます。まあ、今般、番号法の整備法が成立をいたしました。これはあの納税者の内容性、あるいは申告書、さらに法定聴取等にこの番号の記載を求めているものでありまして、 えー、番号制度がない現状と比べまして、所得把握の適正化効率化が図られるものとこう思っているところでありますけれども、まあ、しかし一方、この番号制度が導入されたといたしましても、それだけで、このすべての所得が把握できるということではない,い,い状況にございます、まあ、あの海外資産あるいは所得等々も、必ずしもその税務署および企業からの,その法廷の調書が揃わないという場合もたくさん あるわけでございまして、えー、併せてこの関連する社会保障制度の見直し等につきましても、検討していく必要があると、このように思っているところであります。まあ、いずれにいたしましても税額、うん、給付付き税額控除及び複数税率の導入を含む低所得者対策につきましては、本年2月の3党合意に基づいて、引き続き協議を行う。 こうされておりますので、まあ温党を含む三党協議の議論の経緯、経過、あるいは与党における検討状況を踏まえながら法律の規定に沿って検討してまいりたいと思うところであります。安井美佐子さん。 はい、えー、その2月の三党合意、あるいは昨年、散々いろんな予算委員会等で行われた議論から、一歩も前に進んでいないという印象を受けます、えー、当時からその両方の給付付き税額控除と軽減税率のメリット、デメリットを、まあ、列挙するだけで、どっちがどう、 いいいいいいののかという話が一歩も進んででないのは非常に残念でございますあの国民にとって非常に重要な論点でございますので、えー、みんなに、えー、分かりやすくです、ねえー、ご説明いただけるように、えー、議論が進むことを願っておりますそれでは、えー、いよい法律案の中身に関して伺いますまずは総額表示義務の特例措置について伺います これは昨日も伺ったんですけれども、この特例措置については消費者の皆様に増税分を理解していただくために有効な方法だと思います、しかし本法律案は平成29年3月までの次元立法であり、それ以降は総額表示に戻さなければなりません、一時的に外税表示が一部で行われ、しばらくしたら再び全てを総額表示に戻すことは消費者に対して無用な混乱を招くのではないかと懸念されます。 本法律案のように、弾力的な運用を認める代わり、その場しのぎの対応を行うのではなく、より深い議論が求められます。政府は価格表示の在り方について、現在の総額表示義務を維持するのか、あるいは本法律案をきっかけに再び外税方式に戻すのか、明確な方針を示すべきだとも考えますが、まず財務副大臣政務官にお伺いします。伊藤政務官 えただいまあのお話ございましたように、価格表示の在りかにつきましては、さまざまなご意見をいただいているところでございます。この総額表示の義務付けにつきましては、消費者の利便性の観点から導入されたものでございまして、平成16年4月から実施され、おおむね定着をしているとこう思っております。えー、今後の価格表示のあり方につきましては、事業者の方々からは、 価格転嫁のしやすさや、まあ、値札の張り替え等の事務負担の観点から、外税表示が望ましいと、こういうご意見をいただいている一方で、えー、価格表示は価格転嫁と直接関係はないという、まあ、日本食工会議所の皆さんのご意見、あるいは消費者とのトラブルや混乱を懸念し、現行の総額表示を維持すべきという、 これは百貨店協会でございますけれども、ご意見もさまざまあるところでございます。また、あの消費者の皆様からは、これは新聞のアンケート等々によりますと、現行の総額表示方式が定着していることが分かり、支払い総額が一目で分かるといった利便性を評価する声が多く寄せられているところでもございます。まあ、これらの点を踏まえますと、基本的には現行の総額表示方式を まあ、将来は維持していくことが望ましいと、このように考えていくところでございます。安井美佐子さん。はい、昨日の麻生大臣のご見解から、さらに一歩踏み込んだ、ご答弁ありがとうございます。同じ質問を消費者保護の観点から、消費者担当副政務官にご見解を伺います。亀岡内閣府大臣政務官。はい、えっと、今ですね、財務省の。ちょっとダブルかもしれませんけれども、まあ、平成15年のですね。 えー、税制改正によって総額表示の義務付けが行われたわけですけれども、えー、やはりです、ね、主流であった税抜き価格では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくいとかです、ね税、税抜き表示のお店と税込み表示のお店で価格の比較がしづらいといった指摘を踏まえてです、ね、こうした消費税の利便性の観点から導入され、4月から実施されているものであります。まあ、他方税率の引上げ時において 総額表示義務を厳格に適用することは事業者にとって、先ほど指摘のあったようにですね、値札の張り替え等に多大なコストがかかり、引いては円滑な転換の確保も困難になることが考えられるというため、まあ、政府としては本法案について、消費者に誤認されないための対策を講じていれば、税込み価格を表示しなくてもよいとするとともに、消費者に配慮する観点から、できるだけ速やかに税込み価格を表示するよう伝わなければならないとする、 税額表示の特例を先ほどから指摘されたように29年3月31日までの事件措置として設けることとしております。で、先ほど財務省からもお話がありましたけれども、価格表示のあり方については、消費者保護の観点からも、基本的には現行の総額表示方式を維持していくことが望ましいと考えておりますので、えー、これをしていきたいと思います。安井美佐子さん。 はい、い、えー、よく理解できまました。ありがとうございますあの。総額表示に戻すという方針があるのであれば今回の特別措置について移行、えー、がスムーズにいくようにぜひお取り計らいをお願いしたいと思いますそれでは次にいわゆる第8条問題に移りたいと思います 本案第8条は消費税還元セールのように消費税を転嫁していない旨の表示などを禁止することにより消費者の誤認を防ぎ消費税の適正な転嫁を促すものです。歴史を振り返れば 平成9年に消費税が3%から5%に引き上げられた際に、大手流通チェーン各社が消費税5%還元セール等の名称で一斉に1週間前後のセールを行いました、今回も増税による消費の冷え込みを少しでも軽減するために、同様の対応がなされることが予想されますが、消費税の円滑かつ適正な転嫁に悪影響が及ばない,するために及ばないようにするためには、どんな表示ならば政府で、どんな場合がアウトなのかを明確にする必要があります。 第8条原案では、その判断がしづらいということで、衆議院の経済産業委員会で大きな議論になったと聞いております、その議論の過程で、政府側の答弁が二転三転しました、最初の答弁は、3%還元セールや、全商品3%値下げ、価格据え置きセールといった宣伝でも、消費税という文言は用いていないが、表示全体から見て禁止される場合があるとの内容でした。 しかし、5月8日には一転し、消費者庁、公正取引委員会、総務省、財務省、経済産業省が出した統一見解では、消費税といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しないと、解釈を変更しました。 このように政府の見解が二転三転したのは、政府や与党の中で現場の実態を把握した上での議論が事前にしっかりできていなかったことに起因するのではないかと思っております。そこで本法案所管の主担当である、えー、消費者庁おに、この間の経緯と政府の見解がぶれた理由についてご説明をお願いいたします。亀岡政務官えと田山委員から指摘のあったようにですね、ちょっとあのー。 説明の仕方にですね、ちょっと誤解を生じたとこと大変申し訳なく思っております。まあ最初からですね、全体3%とかの標準の中にですね、その文章の全体の中に、消費税をという含まれるような内容があればということで、それを後ほど細かく説明をしたときにですね、そういう誤解を招いてしまったというのは、非常に残念に思っておりますけれども、きちんとですね、それは最初から一貫して、 えー、同じ答弁をしてきたという経緯がありますので、その辺は誤解のないように、えー、お願いを申し上げたいと思います、えー、それからですね、えーまあ、この法案もですねきちんと最初からです納、ね、入、えー、業者に対する買い叩きが行われることをこれをしっかりとですね、えー、そういうことがないようにという観点からあこの法案がしっかり出されたものであり、えー、この辺はですね、えー、きちんと消費者を守るとと,ともに えー、小売業者もしっかり守っていこうという観点、納入業者も守ろうということで、えー、しっかりやってきたものでありますので、えー、円滑な転嫁ができるために、えー、これは、えー、景品表示法案でも、えー、できないものをしっかりここでやるとお言って、えー、規制をしたものでありますので、えー、法案化する必要がしっかりあったと考えております。安井美佐子さん 先ほどあの私あの、政府の見解を事、まあ、細かにというか、ほぼ正確に引用してお話しさせていただきましたので、えー、答弁、見解がぶれたのは確かでございます、まあ、必要であればもう一回読みますけど、時間がもったいないのであのそれはいたしません、えー、確かに5月8日の前と後ではあの見解がずれております。 つまり消費税といった文言を含まない表現については禁止される表示には該当しないと後から解釈を変更したのですから今の答弁は当たらないと思います、えー、私自身もです、ね、自由な商行為を歪めるような規制はよくないと考える反面です、ねえー、政府の統一見解と衆議院の,その後の修正によって第8条は骨抜きになってしまったと考えております、えー、消費税と明示したらアウト 明示,しさえし明示しさえしなければ何でもよいということになりました小売業界はこれで消費税と明示しないで値下げをする方法をめぐって大いに知恵を絞ることになります例えば消費税が8%に引き上がる2014年4月1日の新聞織り込み広告で全商品3%値下げセール というチラシを見たら、100人が100人、消費税増税分の還元だと連想することは明らかです。これをもって、表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかでないと政府が判断するとしたら、奇弁以外の何者でもありません。こんなチラシが出回ったとしても、消費者に消費税の意味、意義を正しく理解してもらうという目的が果たせるのですか、ご見解をお願いします。亀岡政務官。 これはですね、えー、きちんとですね、そういうことが、えー、消費税を位置づけると意識がされるような、あもしこれがあ、ことが起こるようなことになれば、ですね、これからパブリックコメントを含めて、しっかりと踏まえながら、そういうものを規制していくということになろうと思いますけれども、現段階において、ですね、悪意的に、意図的にそういうことが行われるということでは思っておりませんので、えー、もし消費税を、 還元するという、これは消費税が負担するものでありますので、誤解をされるような、うちは消費税は取ってませんよということがあきちんと明確に行われない場合においては、ですね、えー、パーセンテージでどれぐらい値引きするかは、その企業努力になってまいりますので、その辺は誤解のないようにしっかりとお指導していきたいというふうに考えております安井美佐子さん。 ご答弁の意味がよく分かりませんあの、第8条の修正案によってです、ねえー、消費税と明示しなければ規制の取,取締り対象にならないことになりました、そうなりましたら、もし私が大手流通チェーンのお、ま、経営者、担当者でありましたならば、消費税とか還元とかいう言葉は絶対に使いません、その代わり、えー、3%、値、ね、下げセールとかです、ね、同じ目的を持って、しかし違う表現を使うことになろうかと思います。でえー 私が先ほども例を示したようにです、ね、そのチラシを見た消費者は、お、今日から消費税が上がるんだと、その分をちゃんと負担をさせないでくれているんだなと消費者としては理解をしてしまう、そしてなお悪いことには、その消費税を還元してしまった分が。 大手流通チェーンが飲み込むとは限らずです、ね、それを下請け業者や納入業者にしわ寄せをさせる可能性があるということなんです、でもともとこの消費税の転嫁を適正,適正に行うことを目的としたはずのこの法律案がです、ね、こういう骨抜きの状況になっていては、ね、何の意味もないんじゃないかというのが私の問題提起ですが、もう一度ご答弁をお願いいたします。亀岡政務官。 今、いいの御指摘にあったようにですね、えー、まさに、えー、納入業者の買い叩たを防ぐために、これはしっかりと作られた、あー、もんでありまして、ただ、あの、企業努力によってですね、えー、値段を決めるのは企業の努力ですから、それが同じパーセンテージであったからといって、えー、直ちにこれが規制の対象になるということではないということで、えー、議論をさせていただきましたので、この辺はですね、企業努力で、 えー、消費税とか全く文言を使わないで、ですね企業努力で、えー、価格を決めるということに関しては、えー、規制するものではないということであります安井美沙子さん。もう一度だけ伺います、えー、消費税、あるいは還元というような言葉を明示しなければ取締りの対象にならない、この場合にわざとその言葉を使う,うチェーンはありません、ただし、この言葉を使わないで同じことをした場合に、これを取り締まれないということで、えー 消費税の転嫁を適正に行うという、その目的が果たせるのでしょうか。亀岡政務官、えー、万が一、ですね悪意を持って、えー、そういうことが行われたり、または買いたきなんて、農事業者に強制した場合においては、これからしっかりとですね、えー、取締り対象になっていくということは間違いありませんので、ただ、価格を決める段階において、ですね、えー、全く消費税というものを関係なくして、企業努力で、 えー、値下げをするというものに対してのパーセンテージが同じであったということに対しての規制をするものではないということは間違いありません安井美佐子さん。はい、えー、私はあのー、今、問題になっているこの8条ですけれども、この表示規制をあえて法案化したこと、そして結果的にそれが骨抜きになってしまったことは、最悪の結果だと考えておりますし、むしろ法案化しないで、現実に即した対処の仕方を考える方法はなかったのかと、残念に思っています。 民主党が昨年10月に出した消費税の円滑かつ適正な転嫁価格表示に関する対策の基本的な方針では、第8条に相当するものはなかったと承知しておりますが、あえて法案化した理由をもう一度お答えください。えー、原案および修正案において、第8条で誰をどう守り、どんな事態を防ごうとしているのか、まず、えー、消費者庁にお願いいたします。亀岡政務官。 先ほどから申し上げているとおりでありますけれども、小売業者が本法案第8条で禁止される表示をすることによって、納入業者に対する買い叩きが行われることを懸念する声や、消費税の引き上げを見越して、中小企業者が小売業者から消費税分の値引きを求められているとの声、また地域の商店街の方々が追従を余儀なくされ、消費税相当額分を 値引,き値引きせざるを得なくなり、円滑な転嫁が行えなくなることを懸念する声が聞かれておりますので、本法案の第8条の規定はです、ね、消費税の負担について、消費者の誤認を防ぎ、納入業者の買い叩きや、周辺の小売業者の転嫁が困難になることを防止するため、消費税分を値引く等の表示を禁止するものであり、景品表示法では規制できない。 表示について規制すするものでありますこのように、本法案第8条の規定は、本法案の目的である、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために必要な措置であり、法案化する必要があったものと考えております。安井美佐子さん。 はい、公正取引委員会担当大臣にもお伺いします、第8条原案および修正案で本当に公正な競争を促し、確保することができるのでしょうか、実質的に消費税還元セールはやりたい放題となりました、実質的にです、なぜ下請け企業や特定供給事業者、このほとんどは中小企業ですけれども、なぜこういった企業があえて苦境に立たされるような緩い規制にしたのですか。 稲田内閣特命担当大臣公正取引委員会を担当し、本法案全体を取りまとめる立場として、消費税還元セール等の表示を規制する本法案8条は、今、消費者担当、消費者大臣専門官からもお話がございましたように、一般消費者の誤認を防ぎ、買い叩き等の未然防止に資することから、 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するという法の目的にかなうものであると同時に、公正かつ自由な競争という独占禁止法1条の目的にも襲うものと考えております。消費税は国民一人一人が広く負担すべきものであるところ、消費税還元セール等の表示が広がり、これにより立場の弱い中小零細事業者への転嫁拒否行為が弱気されることになれ,なれば、 公正かつ自由なお、言うまでもなく価格設定は企業にとっての重要な競争手段であり、基本的には企業の判断で行うべきところ、本規制については事業者の企業努力による価格設定自体を制限するものではなく、公正かつ自由な競争を妨げるものではないと思います。 まあ、いずれにせよ、公正かつ自由な競争を促進する観点からは、事業者に対し、どのような表示がき禁止されるかについて、まあ、具体的に示していくことが重要であると考えております安井美佐子さん。それではです、ねあの、今度は修正案提出者にお伺いをいたします。えー、衆議院の経産委員会で、各法で、えー、法案を示されたときに、このままでは受け入れがたい。 許される表示と許されない表示の判断が難しいということで議論が行われたと聞いております最終的に法案修正に至った経緯と理由について修正案提出者であられる近藤衆議院議員にご説明をお願いいたします衆議院議員近藤陽介君、えー、安井先生にお答えいたします、えー、先生ご指摘のとおり衆議院の審議におきましては同僚議員の指摘に対して本法第八条で禁止されている表示についての答弁が 非常にわかりにくいというよりも私どもから見れば見解がずれてきたと受け取られたことから政府において道場で規定 同条の規定で禁止されている表示についての考え方を整理し直していただくことになったわけであります。今回の修正案はこのような経緯のもと、5月8日に関係省庁、消費者庁、公取、総務省、財務省及び経産省によって消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方が示されましたことを踏まえて、同8条の規定の文言上も禁止される表示について、その範囲の明確化、 を図ったものであります大事なことは、範囲を明確化したわけであって、範囲を狭めたものではないという趣旨であります。いずれにいたしましても、過去の点火セールの時の際に、残念ながらその際の調査資料もですね、現在消費者庁残っていないということも、審議の過程で明らかになってまいりました。あ従いまして、どのような条文になったとしても、大事なことは、 かか大事なことは、不当な値引き等が行われないように、公取や中小企業庁など関係省庁の調査取締機能をです、ね、強化することが極めて肝要だと、このように考えているところでございます安井美子さん、はいえー、衆議院ではさらに、ですね付帯決議においても、 重ねてガイドラインについて、えーまあ、書いてありまして、えー、禁止するという表示の限定を念押ししているように思うんですけれども、関係者に無用な混乱を招くことのないよう、具体的かつ分かりやすいガイドラインを可及的、速やかに策定、公表することと,とこういうふうにあります、であの私はむしろです、ね、この第8条の修正案をそのままにしてするならば、ガイドラインにはですね、 えー、中小事業者が消費税を価格に転嫁しやすい環境を整え、適正な転嫁対策を促すことを本来の趣旨としてしっかり明記することが大事ではないかと思っています、えつまり規制の対象、先ほど、あのー、近藤議員は狭めたのではなくて明確化したとおっしゃったんですけれども、どうも私には狭めたというふうにしか思えないんですね、要は消費税とか還元とか書いてなければ何でもいいわけですから。 要はそこさえ避ければいいという発想になるのは当然のことでして、これを限定したということで、えー、私は思っていますけれども、限定したけれども、それはあくまで無用の混乱を防ぐためのものであって、適正な転換を促すという第八条の趣旨は変わらないのだから、そこを理解した上で適正に対応すべしと、このお、まあ、趣旨をしっかりと明記する必要があると思うんですけれども、近藤洋介君。 えー、まさにあの中小・小規模事業者の立場に立って、ですね安井先生のご指摘、えー、ご懸念もその通りかと思います、えー、この八条の条文自体、非常にですから、あその設けたこと自体も含めて、ですね非常に、えー、ある意味で、それぞれの党の立場、あろうかと思いますけれどもお、私の民主党の立場からすると分かりにくかった。 で、えー、その通り、やはりと審議の過程でも答弁が非常に分かりにくかったということから各党合意をして範囲を明確化したわけでありますしかしながらその運用にあたってはですね、先生ご指摘のとおりです、ね、ガイドラインの策定にあたってはあーそれぞれの立場から、えー、消費者の立場からも混乱を起さないようにまた、中小事業者にとってですね、不当な値引きが行われないような法の運用が 行われるガイドラインが必要でありましょうし、ぜひ参議院においてもですね、えー、本、うん、参議院においても、そうした観点から議論を深めていただきたいとお、法案提出者としては思うわけでございます。安井美佐子さん ありがとうございます。えー、衆議院での議論の経過があのよく理解できました。ありがとうございました。えー、同じ質問を公正、ね、取引委員会、えー、担当大臣にもお,お伺いしたいんですけれども、おこのお8条修正案をこのままにするんであれば、ですね、やはり えー、この規制の範囲を限定化したことに対するうことによる悪影響をですね、何とか防ぐような手立てが必要だと思うんですけれども、このことに対するご見解をお願いいたします。稲田大臣 先ほどこの八条の導入した目的趣旨についてはお話をいたしました。また委員が御指摘のとおり、今回衆議院で修正された文言によってですね、その規制の範囲が、 狭まるということではなくて、明確をしたという趣旨に従いまして、事業者に対して何が規制されるかということをきちんと、まあ、明確にするガイドラインを策定するとともにです、ね、買いたたき等の転嫁拒否行為については、強力に取り取締まりを実行してまいり、この法案の実効性を担保していきたいと思います。安井美沙子さん。 もちろんあの取締まりとかです、ねまあ、そういったことは別の,あの条文の方で、えー、きちんと明記されているわけですけれども私が今申し上げているのは、えー、8条は緩くしたけれども取り締まれるからいいんだと、まあ、これはあまり現実的ではないんですね、えー、専門家をたくさん雇うとそういう,うことも昨日おっしゃっていましたけれども、そんなにです、ね、あの目配りを全国めぐってできることはないわけでしていかにその ガイドラインなどをです、ねえー、きちんとすることによって、まあ、誤認を防ぐ、えー、解釈を明確化するとともにです、ねえー、救済方法もそこに、えー、併せ持っていないとです、ねえー、取締りで全て対処できるということは本当に現実的ではないわけですそこでこの8条及びガイドラインにおいてです、ねえー、いかにそのお取締りの範囲を狭めてしまったことに対する、えー、救済措置をお設けるか。 ととといいううことにえ尽きるる思っているんですですすからもう繰り返しになりますけれどもお、消費税、あるいは還元という言葉を使わなければ何でもいいわけですから、実質的に消費税の還元をし、中小企業にしわ寄せを寄せるような行為は横行することが目に見えているわけです、このことをお横行させてしまう責任をお取るためにどういった、えー、処置をするか。 取締以外のです、ね、8条自体での救済法,を法についてお伺いしております稲田内閣府特命担当大臣。消費税はあの最終的には消費者が負担するものであると、そういう意味からの誤認を招くような 表示は避けるべきだし、それを契機として、買い叩き等の転嫁拒否はないようにするというのが、この8条の趣旨でございますが、今、先ほど、近藤委員も答弁なさいましたように、今回の修正によって、狭めたということではなくて、明確化したということでございますので、その点はしっかりと消費者庁において、ガイドラインを作成しているものと承知をいたしております。 安井美子さんはい、えーまあ、皆さん、えー、口をそろえてその、この8条の規制対象を狭めたのではなく、明確化したとおっしゃるんですけれども、えー、私はこれはやはり納得できません。えー、確実に実態を考えれば、ですね、消費税、あるいは還元という言葉を使わなければ何でもいいということになったわけですから、えー、買いたたき、あるいはその、 転化をさせないということうこのことの影響の重大性をよくお考えいただきまして、今後、消費税を実際に上げる際に、中小企業にしわ寄せがいかないように、きちんと対処をしていただきたいという、そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。